ちょっと気分転換に針を忍びから、シュートの7号ハリスはフロロの 1.2 ですね。よっしゃ、糸の張り加減ふわんふわんふわんでかかったね今。あらららら、ら何でこ行っちゃった。よし、よし、またこれで元気の犬が取れたで、また入れがかりペースを取り戻せんかな。散々やられまくってる1球ポイントか、人があまり攻めてない3球ポイントって言ったら、かかる確率はね、そう変わらんと思うんです。人気河川ほど人が見落としがちな3球ポイントっていう方が逆にこう釣れるっていうことが多いもんですからね。落ちかかった、きちっとこう、細かい2球ポイント3球ポイント人が見落としそうなところも丁寧にきちっとやる癖をつけるといいと思いますね。今対岸に移って釣り開始したんだけど、おとりは根がからずに、うろうろしてるんですけども、そこからこう出ていかなくなって、ある程度のそれこそ20センチとか30センチぐらいの狭い範囲でいつまでもこううろ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 しとって、上にも下にも右にも左にも出ていかなくなった時、まあ、その状態でも、まあ、今みたいに待ってればかかるんですけども、そういうふうになった時の、まあ、移動のさせ方、護岸おとりはどうしたらいいんですかってよく聞かれるもんで、そんな時のやり方をまたちょっと説明してみますね。元気なおとりほど若干腹地緩めずでも若干緩める気持ち、目印が落ちる回数を多くするような感じでもいいと思います。動かんおとりほど穂先の弾力で無理やり動かしたらないかんもんで、若干その腹地めずの中でも強く張ることが多くなります。一般的にはおとりが弱いほど弱らしちゃいかんと思って糸をたるみがちになるんですけども、それは本当はね逆なんです。傾向としてアユちゅうのは浅場のアユほどかかりは早いんです。だからこうやって粘るか粘らんかの判断がこうつきやすいのはこういう浅場なんですね。チャラセとかこういう浅い膝下ぐらいのポイントの方がいれば早いっていうふうな、まあ、表現ですかね。深場のアユほどこう同じような例えば荒瀬でもあんまりこう胸ぐらいの水深があるような大浮かった一級の荒瀬っていうのは小鳥がこうきちっとそこに入らんと反応せんのか、どういう理由かわからんけども、ちょっとじっくり粘らんと結果が出にくい。小鳥がこの少し弱ってるだけで反応が極端に悪くなるっていうこと傾向があるもんですからね。こういう意味で言えばこういう浅場屋なんかは、まあ、ある程度この元気なおとりをピュピュピュと通してみて赤なんだら、そんなに向きになって粘る必要もないもんですからね。次次次とこう速いテンポで足を使って探ってた方がいいと思いますね。いいと思います。これやっぱ折れば速いんだね。結果は速いでピュッと入って通っただけで、よし、さっき言った動かんくらったらもうこうやってね、昔のさあのアユの入門してみるとこうやってこう無理やり引っ張っちゃいかんって言うけど、僕らの釣り方ではもう行ってないところ、おとりが通ってないところを残すぐらいだったらもう無理やりでも釣り人がおとりを引きずり上げてそこに入れた方が絶対いいと思うんです。だからもうこうやって釣っとって元気なおとり弱ったおとり、いろいろ打ち込む場所とかこう探ってって、で最後に
まだそこを鳥が通ってないよなとか入れてないよなって、どうしても小鳥が通ってくれへんかったなとか入らんかったなというところがあったら、もう無理やりでも小鳥をこういっぺん水面に上げてでもいいで入れるっていうのはすごい大事ですが、小鳥が通りにくい入りにくいポイントってことになるもんで、そういうところこそこうアユがこう残りやすいポイントだもんですからね。丁寧丁寧ばっかでは取れん魚がおるもんですからね。無理やり強引に釣り人が操作してやらんといかない場所にいるノアユっていうやつを、そういうのもこう取るように意識してほしいと思います。